事実と報道とでニュアンスが異なり得るのは当然ですし全ての記事には記事の書き手の解釈が介在しているんですがこれはどうなんでしょうか皆さんこんにちはハンです本日は2022年4月2日ですねで、先にこの動画の結論を申し上げると あれれおかしいぞということになります。この動画では、琉球新報の記者がアメリカ軍に銃口を向けられたんだ。という事件について、軍事的な視点ではなく、マスコミの報道のあり方という視点で考えていきたいと思いますので、お、お前やるやんけ、と私を褒めてくださる方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。皆さんの協力が、この後の面白い動画提供につながりますので。では、今回の目次はこちらです。 では、早速こちらをご覧ください。こちらは、琉球新報4月1日午前1時時32分の記事ですね。見出しは。動画、アメリカ兵が本市記者に重行。那覇軍港警備訓練の取材中にですね。なかなかセンセーショナルな見出しですね。まあ、ですからバズってるんですが。では、中身を見ておきましょう。以下、一部引用です。在沖縄アメリカ陸軍は31日夕方。アメリカ軍、那覇港湾施設、那覇軍港で、 基地、警備訓練を実施した。銃を携帯し武装した兵士が、軍港内の倉庫を警戒する様子などが国道331号沿いから確認された。基地フェンスの外で写真を撮影していた琉球新報のカメラマンに対し、兵士の一人が銃口を向ける場面があった。以上ですね。で、この記事には YouTube 動画へのリンクが貼り付けられており、そこでは動画でどのような状況だったか伝えています。 で、その動画が、まずあまり評判がよろしくありません。わずか1分程度の動画で、アメリカ兵の訓練の様子を撮影しているものなんですが、問題の、銃口を向けられたとするところは突然静止画なんですね。しかも、その前後はカットされています。一体どういう流れで銃口が向けられたのか、よくわかりません。しかも、画質も荒く、カメラもブレブレ。 で、そうしますと、この件について政府が反応します。こちらは共同通信4月1日午後6時37分の記事ですね。見出しは。アメリカ兵が記者に重厚報道、琉球新報を確認中と政府ですね。以下一部によりす。松野裕和官房長官は記者会見で見解を問われ、現在防衛省において事実関係を確認中と報告を受けていると述べた。 政府関係者によると、アメリカ側は、訓練場所と撮影場所が約250メートル離れていることなどから、特定のものを狙っているのではなく、通常の警戒態勢だと否定しているという、以上ですね。はい、これ実は250メートルも離れたところから撮影されたものだったんですね。250メートル先の標的か。私は銃などに関して詳しくありませんが、250メートル先にある記者か。 正直、250メートル先の人間って、米粒みたいなもんでしょ 本当にそんな遠くの標的に銃口を向けたりするんでしょうかねちなみに琉球新報4月2日午前9時39分の記事ではこのような記事も出てますね。以下一部引用です。在沖縄アメリカ陸軍は1日沖縄防衛局を通して見解を示し武器は記者を指していないなどとして意図的に銃口を向けた可能性を否定したアメリカ側は訓練で使用した銃について全ての武器は弾薬が入っていない状態だったと説明した。以上ですね。 琉球新報がよくこのような記事を出したなとは思いますがまあ記事を読む限りそりゃそうだよなって感じですかねまた先ほども動画の件を紹介しましたが記事に添付されてる写真の銃口もおかしいんですよねこちらは軍事ジャーナリストの方かな JSF さんという方の4月1日午後11時半過ぎのツイートですね以下引用です銃口が前に見えてないから別に記者に向けられてないのでは 目の前とかじゃなく距離 200m 弱でこの斜め具合だと仮に射撃したらすごく離れたところに着弾するのではこれで銃口を向けられた扱いになるの以上ですね。でまあそうですよね。2 0 0メートル以上離れてるんですから銃口がまっすぐ向くなりしてないとダメでしょうね。まあシティハンターとかジョジョ4部で弾の弾道は直線じゃないって教わった気もしますがこれは左右のズレがでかいですからね。 ただね、これらの記事、ちょっと不思議なんですよ。今まで提示した記事は4月1日以降なんですよね。しかし、実際に重口を向けられたとするのは3月31日なんですよ。本来だったら3月31日にこの手の記事は書きませんかでね、ありました。こちらは琉球新報3月31日午後6時6分の記事ですね。見出しは。那覇軍港でアメリカ軍が基地警備訓練、武装兵ら、小銃構え活動ですね。 んなんかおとなしいですね。では、実際に記事も見ておきましょう。以下、一文用です。在沖縄、アメリカ陸軍は31日夕方、那覇軍港で基地警備訓練を実施した。アメリカ軍が訓練開始時刻とした同日午後4時以降、同軍港で小型船の接岸や武装兵らが活動する様子が確認された。アメリカ軍は実施実績のあるルーティン訓練としている。 沖縄防衛局や県は30日までに影響の最小化をアメリカ軍などに要請していた以上ですね。そしてまあ実は最初に添付されていた写真も同じ文言なのですが、このように、銃口を民間地に向けて警戒するアメリカ兵という文字が、えっと、あれ もしかして3月31日段階ではこれはただ重厚民間地に向けてる写真と思ってたのになぜか4月1日にはそれが記者に重厚を向けるということに変わってませんかでね、もちろん民間地に重厚を向けること自体がいいことなのかという議論はあり得るとは思うんです。 まあ、とは言っても、訓練中だし、そもそも弾も入ってないので、仮に民間地に銃口が向いていても問題ないという意見の方が、はるかに説得力を持っている気もしますが。しかし、これはそれなりに事実に基づく議論になってます。しかし、記者に銃口を向けるとなると話が別でしょう。ちなみに、この件については、例によって立憲民主党の原口和弘議員は絡んできてますね。こちらは原口和弘議員の4月2日午前2時46分のツイートですね。 以下引用です。日本国内で日本人記者がアメリカ軍に銃を向けられる事件が起きた。軍は民間人に銃を向けないし、向けてはならない。しかも他国の領土でその国の国民に銃を向けるということが何を意味するか。日本政府、アメリカ政府が法と正義に基づく対処をするよう強く求める。以上ですね。しかし、先ほども紹介したように、この件はすでに官房長官が調査中と言っている。 250メートルも遠方からの撮影。記事の内容もなぜか途中からセンセーショナルのものになっている。などのことを考えると、かなり微妙なものだと思いますね。勝手に話を決めつけてる。 仮に、仮にですよ、この記事がデマだった場合、それに載せられた原口議員はどうするんでしょうかそれこそ先日の動画で紹介しましたが、立憲議員は名誉毀損について実態調査をしたという話でしたが、このような軽率な行為も名誉毀損の温床なんですよね。もっと冷静な判断をしてほしいですね。そしてすでにいくつかの疑問点が指摘されてますので、ぜひ琉球新報は説明をしていただきたいと思いますね。このままだと、あれれ おかしいなと思うことがずーっと継続することになって、私はね、琉球新報さんの信用に関わると思いますけども、皆さんはどう思われたでしょうかぜひともね、皆さんの感想をコメント欄で教えてください。そしてね、ぜひともこちらの動画や再生リスト、そしてね、概要欄のチェックも忘れなく。では、チャンネル登録もお願いします。バイバイ